今日は地下鉄に乗って、これで歌えるわけねえじゃん。歌詞出してなかった。何回この間違いをすれば画像を何がねえだよ、マイアイテム。これでいいんだ。話してるのだからさ、聞き取れないよ。もっと大きな声で、もっと大きな声で、でなけりゃ次の駅に止まったら、走り出すまでのあのわずかな静けさに話そうか。今赤坂見つけを過ぎたばかり、新宿まではまだまだだね。そう、君とってもよかったの。とてももっとそばにおいで、もっとそばにおいで、車輪の悲鳴が何もかも粉々に断ち切ってしまう。もう穏やかな静けさに戻れ。今四ツ谷を通り過ぎたばかり、もううんざりするほど嫌だよ。ねえ君、もう降りてしまおう。だからさ、次の駅でさ、ここはどこの駅かな、ここはどこの駅かな。いいさ、次の駅に止まったら何かを始めるように、そこから歩いてみよう。次で降りるよ。君ももちろん降りるんだろうね。でも君はそのまま行ってもいいよ。途中でゴンと机に来たんでぶつけちゃった。これをもう何て言うかな、歌い、ほとんど歌ってない曲っていうんで、曲名50音順でまあランダムにやってたんだけど、これは地下鉄に乗ってはもういっぱい歌ってるので、
まあ結局なるべく歌ってない歌を選ぶっていう方針は変わってないんだけど、歌った歌もまあいいや、この際入れちゃおうとあまり不慣れな曲に限定的にやるよりはいろいろ混ぜて、で吉田拓郎の曲もこの中に、あいうえおの中に当てはまってたら入れちゃって、例えばなだから夏休みと、昨日はたでさ、誰もいない海、ただ誰もいない海って歌ったんだけど、旅の宿すぐ思いついちゃって、でも吉田拓郎はいっぱい拓郎ばっかりやってた時代が長いんで、ただから旅の宿はちょっと、で吉田拓郎は分けようかなって、まあ、思って昨日は分けたんだけど、今後は別になんだあいうように当てはまってれば、五条順に当てはまってれば吉田拓郎だろうがしょっちゅう歌ってるような歌だろうが全部まあ入れちゃおうと、とりあえず五十音順であれば何でも歌っちゃおうとっていうふうにちょっと方針を変えてみた。でまあこれは岡本治美の作詞なんだけど、まあ岡本治美の作った詩は全部好きなんだけど、この曲もかなり好きで、まあ、これについては散々言ってきたので今更なんだけど、うん、軽いんだよね、曲も軽いし猫の歌い方も軽いし、歌詞もあまり岡本節みたいなガチガチな人生論がないんだけど、でもでもさ、なんか最後の方ね、なんか何かを始めるようにそこから歩いてみよう、君もちろん降りるんだろうね、でも君はそのまま行ってもいいよみたいな、なんて言うんだろう、地下鉄の、路線、地下鉄の駅みたいなものを人生に例えてるのかなみたいな、深読みするとね。でまあ電車内で男女が映画の話とかいろいろ喋ってる、まあ要するにイチャイチャしてる的な男女の姿を描いているかと思ったら、3番目で次で俺は降りるよと、もうこのうるさい人生という名の地下鉄の騒音に俺はもう目いっちゃって、もうここで途中でこの長い一本道の地下鉄という人生から降りちゃうよと、どこの駅だか分かんないけどそこから自由に歩いてみるよと。で一緒に喋ってた映画の話とかしてた彼女らしき設定の人、君ももちろん降りるんだろうねと僕と一緒に、いやでも君はそのまま行く気なら行っちゃってもいいよみたいな、ああそういうところを、まあ、何とでも解釈できるような不思議な詩を最後の方に持ってくるあたりが、この軽い感じのシティポップスだかなんだか知らないけど軽い感じの曲を要するに少しだけ岡本治美風な人生論を混ぜてみました風な感じを受けるんだよね。でこれはね、このコード進行は歌本にあったんだけど、それは俺は完全に無視して他は割とあんまり凝らないんだけど、これだけはね弾いてるうちに C E マイナー A マイナー C A マイナー A マイナー、これを繰り返すとで結構前半がこれで合うじゃないかと思って、ねえ君何お話してるの C マイナーみたいな、こう同じコードをこうやっててもいいんだけど、とトン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 と繰り返して C マイナー A マイナー C マイナー E マイナーを、これをテンポよく繰り返すと、あこれの繰り返しで結構歌は伴奏できちゃうなということに思い至って、うん、本当はそうなってるかどうかは怪しい、多分なってないと思うんだけど、あこれでいけると思ったわけ結構そういう、なんて言うんだろう、同じちゃんちゃんちゃんの繰り返しで、
ある程度までの部分歌がかっこよく伴奏できちゃうんだなっていう曲をあるんだよね。でこれについては俺はそれで思いついちゃったので、ねえ君何を話してるの。だからさ、こっから変わってくね。デレレレレレンデレレンデレレレレレンデ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 ン、前奏の前奏のまんまを歌の伴奏にある部分まで引き継いじゃうと。ねえ君何を話してるの。だからさ聞き取れないよ。もっと声でもっと大きな声で出なけりゃ次の駅に止まったら走り出すまでのあのわずかな静けさに話そうか。今赤坂見つけを過ぎたばかり新宿まではまだまだだね。そう君とってもよかったの。今日の映画はとてももっとそば、あれもっとそばにおいで、もっとそばにおいで、車輪の悲鳴が何もかも粉々に断ち切ってしまう。もう穏やかな静けさに戻れない。今四ツ谷を通り過ぎたばかり、もううんざりするほど嫌だよ。ねえ君もう降りてしまおう。だからさ次の駅でさ、ここはどこの駅かな、ここはどこの駅かな。いいさ次の駅に止まったら何かを始めるように、そこから歩いてみよう。次で降りるよ。君ももちろん降りるんだろうね。でも君はそのまま行ってもいいよ。掛け合いがいいんだよね。もっとってところに地下鉄に乗って、もっと地下鉄に乗ってとかいう絶妙な掛け合いが入るんで、それがないとね、一人ソロだと寂しい歌なんだよ。これをさ、大昔だけどチューインガムっていう少女二人がさ、小学生と中学生の姉妹がこれをカバーしてて、二人はまあハーモニーがうまいからこれをすごくうまくハモってんだよね。それ最近知って YouTube で、あ、チューインガムはまあ有名な曲いくつかあるんだけど、地下鉄に乗ってを2人でこうハモリと追っかけコーラスやってるんだよね。お姉さんの方がもっとって言うと、妹の方が地下鉄に、あ、もっと地下鉄にっていうのが妹の方がやって、それがまあ実にうまいんだよ。あんな小中学生にさ、大人の歌をあんなにうまく歌われちゃうと、まあでもあれを聞いて拓郎も
喜んだに違いない。岡本おさみもあれこんな子供は俺の人生論の歌を歌っちゃってるなんて思ったかもしれないね。なんでいきなり旅の部屋浴衣の これがあれだね、あの秋だとなんかすすきが出てくる季節だから、すすきのかんざしっていうくらいだから旅の宿が似合う季節だね。浴衣の君はすすきのかんざし、熱燗とっくりのくりつまんで、もう一杯いかがなんて妙に色っぽいね。全然あいうえを無視して昨日の他を今やっちゃって、旅の宿、じゃあ今日は終わり。